こんばんは。最近めちゃくちゃサブちゃんあげてるんですけど、いつも見てくださってありがとうございます。今日はサブちゃん撮りながらやりたいことがいくつかあって、まず1つ目、前紹介したこちらのポストカードにメッセージを書こうと思ってます。まあ、これはサブちゃん内で書かなくてもね、全然撮影終わった後にでも書いてもいいんだけど、最近ダイソーでシールとか紙物を見るのにハマってて、でまたまた可愛いの見つけちゃいました。この時はこの4点だけ買ったんですけど、紹介しますね。じゃん、ミニレターセットです。1つがフルーツ柄になってて、もう1つが花火とか夏のイラストになってます。最近ふるさと納税でお米が20キロ届いたので、実家とあと妹の家にお裾分けしようと思って、毎年ふるさと納税でお米が届いたりしたらそれと一緒にいろいろ送るんですけど、それにこのメッセージも添えようと思って買いました。あとはこれです。このシールめっちゃ可愛い。スケジュール帳デコとか、あと最近始めた今月やりたいことノートにも使えそうですよね。そう、最近もうダイソー行ったばっかりだったのに、前こんなシールあったっけ。じゃん、ちょっと薄い幾何学模様が面白くてノートデコに使うのが楽しみです。これが1枚だけ入ってる。で、もう1枚がこれです。柴犬のシール。犬が可愛すぎて可愛すぎて、猫も好きなんだけど犬も同じぐらい好きなんですよ私。なんで柴犬かというと、このポストカードを送る恩師のご夫婦は柴犬を飼ってるんですよ。だからこういうね、柴犬関係のポストカードとかシールとかを貼って送るときっと喜ぶだろうなと思って、ダイソーでねこれ見つけた瞬間すぐ買おうって決めました。めっちゃ可愛い。柴犬飼ってる方とかだと余計好きですよね。私も未だに赤星インコのグッズとかあると見ちゃうので、飼ってるペットとかのシールがあったら気になって見ちゃうんですよ。これがダイソー購入品で、ちょうど前の動画で私5年手帳を始めようと思って探してるんですっていう話をしたんですけど、もうねすぐに見つけることができました。じゃん。だけどこれがね5年じゃなくて3年の方にしました。なんでかっていうと、これの5年バージョンもあったんですけど、私が見たこのノートの3年バージョンと5年バージョンで違うのが、3年のノートだと結構ね文字を書くことができるんですけど、5年だともうちょっと小さくなっちゃうんですよ。だからもうどうせならいっぱい書ける方を選ぼうと思って、結局3年の方の手帳にしました。高橋書店3年卓上日誌っていうものですね。税込み1980円でした。これのもうちょっと濃い茶色とかもあったんだけど、身の回りにピンク色があるとすごくテンション上がるのでピンクにしました。で、2024、25、26年間書ける日誌で、2024年の4月1日からも書けるんですよ。買ってからすぐにもう文字を書きたくなって、思い出しながらいくつか書きました。一応書けるところだけ今書いてます。仕事とかめっちゃ忙しくて、こういうね日誌とか書いてる場合じゃなかったんですよ、昨日一昨日とか。だけどもう無性に書きたくなって、時間なくて忙しいはずなのに、なぜかね日誌だけは書く時間を設けていました。私だからここ最近でめっちゃノート増えましたね。これもだし、あとベージュのノートとか。私今どれくらいノート持ってるんだろうって思って、で持ってきたら 1,2,3,4,5,6,7冊かな持ってます。これはノートっていうよりはメモ帳なんだけど、こっちには今週何を作るかっていうのを書いてることが多いですね。トマトとジャガイモ、人参があるから何を作ろうかなとか、この日はポトフを作ろうとかっていうのを書いてる。そんなに利用してるわけじゃないけど、たまに気が向いた時に書いてますね。ボールペンとかのインクがちゃんと出るかっていう確認とかをするのにぐるぐるって書くんですけど、このノートに書くことが多いです。だからこれはもう何でもノートで、使い終わったら全然いつでも捨てることができるノート。これはアドビでいただいたノートなんですけど、これはもうその時思いついたことを何でも書いてるノートかな。いや、そんなに活用はできてないけど、こうやって白紙になってるから何でも書けるんですよね。 YouTube の動画何撮るかとかもこれに書いてる。コストコ購入品紹介とか休日の過ごし方とかですね。
そんな感じ。あ、ノートもう一冊あったの。あの棚の下見たらまたノート結構出てきました。こんなにあったなんて。上から紹介すると、これは旅行の時に書くノートかな。これに書いたら切り取って絵日記とかに貼り付けちゃうから、このノート自体は今何も書かれていることはないですね。一人旅行とかに持って行って時間がある時にパパパってイラスト付きで書いたりとかしてました。でも旅行中ってめっちゃ疲れたりとか、ホテルの部屋に戻っても寝たいっていう時とかは全然書けないので、もう本当に余裕がある時だけ書いてました。で、今の旅行のノートを実際に絵日記で使ったのが、あ、これですね。こんな感じ。これは群馬に行った時の絵日記なんだけど、これをで貼り付けてました。いい感じになる。今年2024年から始めた絵日記のノートがこちらです。小顔のマッサージ方法が書かれてる。昔書いたんですよ。これを見ながらしょっちゅう小顔マッサージしてたの。こうやって見たらなんかイラスト今と全然違う描き方。あとこれはお金のイラスト。もう最近ね、お札変わりましたよね。新札に変わったけど難しい。2018年9月26日のチケットなので、2018年から始めたノート、2023年まではこのノート使ってます。ここに入れると何でも叶いますって封筒がある。やば。で、中にプリクラが入ってますね。え、超懐かしい。若いわ。花屋敷で撮ったプリクラが入ってた。作って美味しかったものとか載せてる。うわ、こうやって見返すとすごい成長を感じますね。年取ったなって思う。これは今もあるお店かな。コーヒー店トップ。前のキッチン、カバンの中身とか。うわ、やば、懐かしい。いただいた手紙とかも貼ってたから、これは個人的に楽しみたいと思います。最近ペーパーメッセージ行けてないからまた行きたいな。沖縄帰った時の日記だ。こうやって見たらわかるけど、沖縄に帰った時の絵日記、日記のデコってなんか似てますよね。上に空があって、あと緑もあってとか。難しい。こんな感じ。私今気づいたんですけど、このノート全部使ってました。ほぼ全ページ書き終わってる。私の記憶ではあと20ページくらいは書くところあったかなと思ったけど、今見返したら全部使ってました。え、嬉しい。この一冊はもうね、大切に取っておく。2018、19、20、21、22、23、まあ6年間分の記録とか思い出を書いてたってこと。もう分厚くなってます。あとここにもアデリアレトロのレトロな紙とか入ってるな。プリクラもここに入ってる。でも6年も書いてると、ここがこの表紙が剥がれてきちゃったりして、ピンク色の部分がポロポロ落ちちゃうので、何か透明のカバーとかするのが良かったかもしれないです。これもね、そうならないように透明のカバー探しておこうかな。思い出に浸っちゃってた。私このシリーズのノートをよく集めていて、で、家計簿に使ってたんですよ。私のお給料日の動画とか見た方わかると思うけど、ここに線を引いて行を3列とか2列にして、その日買ったものをバーって書き出してっていうのをやってたんですけど、実はもうそれ今やってなくて、最近は妹におすすめしてもらった家計簿のアプリを使ってます。でも家計簿のアプリすごい使いやすいんだけど、やっぱ手書きも良かったなって思ってますね。このノートはまだまだ文字が書けるので、何か別のことに活用したいです。あとはこれはレシピが書かれてるノートです。未だにこれを見ながらお料理したりするので、調味料がこのノートに飛んじゃったりしてますね。本当に美味しかったものとか、また作りたいものはここに書いてます。このページだけちょっと凝って写真なんか貼ってますね。皮から作る餃子とかっていう。このノートをめちゃくちゃ使ってるんですよ。私が一人暮らし始める前か始めてすぐぐらいに買ったノートっていう記憶があるんだけど、未だにね、表紙も新品みたいな感じで
すごく綺麗ですね。多分もう今は売ってないかな、このバナナ柄は。あとはで、これは今もバリバリ使っているプライベート用のスケジュール帳です。こっちがお仕事用のスケジュール帳で、あの毎月サブチャンでもスケジュール帳でこうで撮影しているノートです。そろそろ8月のも書かないとです。結構ね、これ見返すの好きなんですよ。この月仕事めちゃくちゃ頑張ってたなって思い返せるから。今使ってるスケジュール帳はこの2冊です。家計簿とかはアプリでまあ頑張ってやってはいるんですけど、スケジュール帳だけは本当に手書き以外は無理って思っちゃうくらい手書きが私に一番合ってます。で、これがちょうど今月から始めたやりたいことノートで、自由に使っていきたいです。可愛いシールペタペタ貼ったり、ちょうど始めたばかりの3年手帳。こうやって見るとノート結構持ってますね。あまり活用できてないのも中にはあったけど。で、2024年から2026年だから、私が32歳33歳ぐらいまで書き続けられるノートで、いろいろ3年手帳とか5年手帳のメリットを調べてたんですよ。毎日書き続けるのが大変っていうのは書いてました。だから絵日記とかも毎日書かないと気が済まないっていう人はあまり向いてないって書いてて、あとは最初の1年目とかよりも2年目以降がすごい書くのが楽しいって言ってましたね。確かにって思って。このノートはこんな感じで3年だから、これが今年、来年、再来年って感じになるんですけど、今年ここにも書いたら来年書くときに、あ、去年はこんな過ごし方してたんだって見るのが面白そうですよね。2年目書くのを楽しくさせるために今年は頑張ろうと思います。でもね、全然別に書くことないなっていう日とかもあると思うので、そういう日は何かお気に入りのステッカー貼るだけでもいいと思うし、自分の心に残った言葉とかを書くのもいいと思います。実際あったの、私この日何してたっけっていう日があって、多分普通に過ごしてただけだったから、その日気になってたゲームの名前を書いてました。今気になるゲームがある、その名も The Last of Us、 人生観が変わるみたいだからいつかやってみたいなっていうのを書きました。本当そういうことでもいいと思うので、今年はね、1年来年のためにこまめに書いていきたいです。次のページに響くかなと思ってシールとかは貼らない方がいいかなって思ってはいたんだけど、でもやっぱりシール貼った方が見た目がね超可愛くなるんですよ。だからシールは貼りながら文字も書いていくっていう風に進めたいと思います。こちらが3年手帳の紹介でした。この3年手帳の紹介をさらに詳しくすると、内ポケットがついてるので何かシールとかここに入れやすいと思います。これが表紙で、一目でわかるカレンダー、ミニミニカレンダーが2024年、2025年、2026年、2027年、令和9年まであります。で、1年の初めにっていうのがあって、1年の初めに1月1日とかに何か書く欄があるんですけど、これ私ね、もう今月書いちゃおうと思います、7月に。で、来年、再来年、今年やりたいことでもいいし、今年の目標とかね、書くのが良さそう。次のページにはこういう風に一覧化できるマスがあって、何か自由にメモが書けるところがあって、4月スタート、4月だけの予定が書けるようになってますね。今年、来年、再来年の4月の予定、楽しみ。でも4月に何してたかなんて覚えてないから、カメラロールといつも書いてるスケジュール帳を見て今思い出しながら書いてます。もうその作業もめちゃくちゃ楽しくて、気がついたら3時間とか余裕で経ってますね。皆さんも何かの節目とかに3年手帳、5年手帳始めるのいいかもしれないです。こんな感じで3年手帳を買ったので紹介とか、あとノートの紹介でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。